ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界で活動されている皆様こんにちは。武田邦彦です。今日は特別っていうか特別で臨時ですね。意見の相違とか人間関係っていうのに関係するもので、この前衆議院議員の補欠選挙がありましてね、東京15区で私は日本保守党の候補者を応援したんですね。でもう最初からいろんなことが聞こえてきました。武田は一体どこの党なんだと。参政党がひどい嘘が多くて、それで活動を少し中止しましてね。それからまたまた僕はもともと名古屋市の河村市長とは親しいんで、あそこ減税党ですから、減税党っていうのも応援してましたしね。それから別の党でもですね、構わないわけです。で、そこでこのことで随分ね、なんか変だと言われました。武田は節操がないとかね、一体どの党を応援してるんだとかですね。それからさらには日本保守党の候補者非常にいい人でしたけど、国際問題の専門家で女性でしたね。名前言っていいんでしょうけどもちろん。だけど別にそれを言う必要ないんで、応援演説に何回か行きました。で、彼女はですね、外交問題で私と意見が違うっていうほど違わないんですけど、例えば具体的にですね、今度の今のパレスチナの戦争のですね、見方ですね、イスラエル側で立ってみるか、それともパレスチナ側に立ってみるか、もしくは歴史をどのくらいまで考えて議論をするかと、いうような点についてですね、若干違ってたんですね。で、これは最初から僕が応援演説するとき問題ありませんかって話あって、全然問題ありませんよと、こう言いましたね。で、これについても、なんでそんな違うのにっていうことがありましたが、一応ここで説明をしといてくださいっていう話もありましてね。で、今日ひばりクラブで取り上げました。まず第1点のですね、どの党を支持してるんですかということについてはですね、ちょっと上から目線かもしれませんが、ちょっとあなた憲法を読んでからしてくださいねって言いたくなっちゃうんですね。民主主義がどのような民主主義でいいかっていうことはですね、もう遠く2600年ぐらい前のですね、ギリシャ時代から議論されてることであります。で、民主主義っていうのはある意味で弱みがあるんですね。みんなが一緒に考えるとか、みんなが選挙で投票するとか、そういう意味でですね、例えば殿様が支配する封建主義とか、それから特定の総統とか大統領とかですね、そういった権力者が支配する皇帝ですね、典型的な皇帝ですか、そういうものが支配する絶対主義、それなんかと比べて民主主義ってやっぱりその時その時のその国民のですね、意思で政治が行われるんでいいってはいいんですけども、一方ではですね、今から100年ぐらい前、20世紀の最初にですね、クス・ウェーバーだとか、オルタガ・イ・ガセットだとかですね、その他のいろんな方がですね、ご指摘になっているように、庶民というのは必ずしも政治には精通してないんですよ。毎日忙しいわけですね。大工さんはずっと家を作ってますし、科学者であってもね、やはり自分の研究テーマ一生懸命やってるわけですから、それほど政治のことよく知らないわけですね。そうすると、選挙をするっつってもですね、偏ってしまう可能性が強いわけですね。特にその国民の意識を偏らせるのは主に、マスコミですね、今で言えばね。間違った報道をしたり、間違わなくても、最近の言い方で言えば、報道しない自由とかいうのを発揮してですね、やると。要するにマスコミは本当はですよ。これ違う意見もありますけど、本当は、国民に対してできるだけ事実を報道して、意見を言うのは、意見ということがはっきり分かった形でですね、例えば昔から新聞ですと、社説だとか、テレビですと、もう身分を明らかにして、そして論点として話すと、いうことはもちろんいいんですけども、通常のニュースとか、そういう時に取捨選択してですね、自分の考えが通るように報道なんかされますとね、国民はその報道しか見れませんから、結局選挙とか意思決定で間違えるってことになりますね。それがやっぱり大きなので、やはり民主主義になるほど戦争が増えるだろうという指摘もありますし、
民主主義になるほどみんなが自分の仕事を重要視しないでやるようになるだろうという批判もあるんですね。だけど、まあ一応今のところ日本はですね、まあ日本国憲法を持ってまして、まあ日本国憲法に対する有効性だとか成立の過程とかいろんな意見ももちろんあるんですよ。だけど一応私たちは、民主主義の下で70年間以上現在の日本国憲法を全体として支持してきた。日本国憲法はダメなんだっていう意見がいっぱいあります。それは知ってますけど、一応三権分立の中、別に違憲、今の憲法が成立しないんだっていうことを、政治の面だとか司法の面で長く強く主張している団体もいませんのでね、一応日本国憲法で我々が生活するとしますよ。そうしますとね、日本国憲法には国民の政治的権利として代議士を選挙で選ぶということは書いてありますが、政党ですね、党という字は一切ありません。これはまあ通常その政治なんかでも学ぶところですけども、日本ではですね、政党というのは代議士として受かった人が、合格した人が、選挙で選ばれた人がですね、国会活動をスムースに進めるために同じ意見の人がまとまって党を作ってもいいと、こういう基準だと私は解釈しております。まあ一回ぜひ憲法のその部分を読んでいただければわかると思います。したがって私は党というのは便宜的なものである、要するに政策が一致して党になってるわけじゃなくて、議会活動とかそういうのをスムースにやるために党として活動してるんだという解釈なんです。これはまあ私の憲法解釈というか、憲法を素直に読めば国民は誰でもそう思うと思いますね。したがって現在の政党というのが非常に利権化して、それで党則、党議拘束だとかですね、それから党が国民が選んだ議員を除名したりですね、罰したりするというのは例がありまして、一体あなた方憲法読んでるのと。だってもともとですね、国会にしても県議会にしても市議会にしてもですね、法律を守っていくっていうのが基本ですからね。なんだって議会で法律とか条例を決めていくわけですから、そこがもともとですね、法律を軽視するようではですね、ダメですし、しかも法律を自分たちで作る権限も持ってるわけですから、だから僕はそういう考えを取ってるわけです。したがって党には拘束されません、私の政治活動はですね。それは憲法に基づいてると考えていただければいいと思います。そういう点では、まあ、間違えないようにと思いますね。だけど憲法にそう書いてあったって、党が一番上なんだと、党は代議士を辞めさせることもできると思っておられる場合もありますからね。それはその人の考えであって、別に私の考えではありません。私は政治的な立場が一致してたり、学問的立場が一致してれば、別に全然何にもないんですよ。党ではありません。これをまず言いたいと思いますね。それを言っとかないとですね、武田は党が違う人を応援してなんて言われますから、それが一つです。もう一つ、人の意見の相違っていうのはどこにあるのか、ということも明らかにしておきたいと思います。人の意見の相違ってはいろいろ段階がありましてね、一つはもう人格的な相違ですね。これはまあ人の意見の相違とも言えないけど、まあ中に入れとかなきゃ混乱しますんでね。これは例えば嘘をつく。まあこれ私が参政党で盛んに言ったことですね。幹部の人にですね。本部の人に。言ったこととやったことは一致させてください。そうしなきゃ私は一緒にできません。私は嘘は嫌なんですと。それで何回も言いました。それで結局一緒には活動ができませんでしたね。これはもう意見の相違といえば相違で、相手は嘘をついていいというわけですよ。だってしょっちゅう嘘をついてるわけですから。嘘をついていいと言ってる人とは一緒にできない。これはまあ意見の相違というよりか、むしろ人格的な問題ですね。人間とはどういうものか。社会に対して、相手に対して嘘をついてはいけないと。まあこういうね、私は信念を持っておりまして、それはもう全然一緒にやっていけません。これは意見の相違を超えた、まあ、一つの問題ですね。からもう一つは、基本的な相違があります。これはまあ皆さんもよくわかってますように、例えば昔でしたら、保守的だとか、革新的だとか、保守と革新の対決とかね、まあ、政治の分野ではですよ。それから日常的には、金持ちが偉いというふうに思う人と、僕なんかそうじゃなくて、まあ言ってみれば平等主義ですから、人はみんなその存在において同じ価値を持っているという僕考えですよね。ですから違います。その点では私はよく、政治評論家なんかに、武田先生は
右なんか左なんかわからないって言われましたけど、確かにその通りで、私はもう非常に右っていうか右で、日本は非常に大切であるとか、この前の大東亜戦争は日本が正しかったとか、そういう考えですからね。日本文化はもう素晴らしいと、世界で素晴らしいって言ってる方ですから、それはもうなんていうか右翼的ですよね。ただ一方、私は大会社の会長も母子家庭の人もほぼ同じ給料で同じような生活するもんだ。人間っていうのは、日本人なら日本人っていうのは同じ価値を持ってるんだから、能力によらずに同じような生活をしようじゃないかという考えですから、これはまた極左かもしれませんね。だけどそれは全然私の中では矛盾してないんですよ。日本を大切にしようと。で、じゃあこの前の戦争は日本が悪かったとかですね、そういう意見の人とは意見が基本的に相違しています。僕に言わせれば、あなたもうちょっと勉強してくださいって言いたくなっちゃうし、向こうは向こうで、なんで武田先生そういう考えなんですかって言うでしょうね。まあ、これはだから人間には基本的な相違があります。もう一つはですね、具体的な相違ですね。これが今度の東京15区の補欠選挙の時に、まあ外交が詳しい女性の政治家と立候補者と僕とか違うとこですね。私はどちらかと言ったらイスラエル寄りっていうことないんですけど、まあ私としては平等に見てるつもり。相手の政治家もそうかもしれませんね。イスラエルの方が正しいと思っておられるかもしれません。しかしそれはですね、具体的な相違というのは僕はもう相違とは認めてないんですよ、実は。そんなこと相違って言ったらね、もう夫婦はすぐ夫婦喧嘩しなきゃいけません。離婚しなきゃいけません。それから人間関係でいつも社会と揉めなきゃいけません。これが僕が普段言ってる社会は自分ではない。つまり、人は一人一人意見を持っていいんだ。そうするとですね、意見は複雑ですから、それが一致するっていうことはまずないんですよ。じゃあどういう点で一致すればいいかっていうことですね。私は東京15区の選挙においては、その女性候補を応援したのはですね、まあちゃんと学力もあり政治的な考えもしっかりしてるということが基本です。それからもう一つ、僕はですね、やっぱり女性の政治家っていうのはそれほど円熟した人っていうのはいないんですよね。だどうしてもやっぱり食事のこととか教育のこととか安全のこととか、こういうことをやる政治家が多いんですよ、政治家では。ところが日本をやっぱり守るっつったら、軍事も外交も社会問題も経済問題も、まあ通常女性が弱いと言われてる領域もですね、やっぱり女性の代議士に進出してきてほしいという僕の考えがあります。これは僕の考えと違うとか違わないとかじゃなくて、私は日本の国会は、あの時まあ衆議院議員の補欠選挙でしたから、日本の国会はですね、やはり女性議員が増えるのなら、増えていいかどうかちょっと疑問があるんですが、増えるのならですね、やっぱり経済だとか外交だとか、従来女性が弱いと言われてた分野に詳しい人をね、やっぱり国会議員出すべきだと。それから一つ一つのことはですね、例えば外交ったらものすごく多いじゃないですか。インドに対する、インドの現在の経済政策に対する考え方、ロシアとウクライナの戦争、もしくはアメリカのトランプ元大統領とバイデン大統領との政策の差、それからまあそんなこと言ったら LGBT からね、昆虫食からね、エネルギー問題から様々ですよ。そういうあらゆる外交問題で私と一致してる人っていうのは本当にいるかどうか分かりません。私はいつも選挙棄権してなきゃダメですよ。私と一緒の人がいませんから。僕はね、日常生活においても相手の考えが正しいか自分の考えが正しいか分かりませんっていう立場なんです。例えば夫婦関係でも、妻が正しいと考えることと私が正しいと考えることはほとんど違います。違うからといって妻が間違ってるわけじゃありません。妻は妻の考え方、夫は夫の考えがあって、それがディテールになればなるほどですね、一致しません。それはですね、仕方がないことですね。例えば子供の洋服の畳み方なんていうのはですね、なかなか正義が決めにくいものでありますから、まあそういうことまで一緒にやろうとするといざこざに起こるのは当然なんですよ。だから家事なんていうのはすごく細かいことですから、一つ一つ大きな方針とは違いますからね。だから家事を一緒に夫婦でやると揉め事が増えると、これは当たり前でですね、そんなこと言うまでもないですよ。それから僕らの分野でもね、物理の研究でも
細かいとこ入ったら全部同じ物理学者でも違います。それから論文の書き方一つね、問題にしたらね、ものすごく違います。だけどそこは大雑把な規則が受かってればいい。つまり例えば物理の論文だったら嘘をついちゃいけないとかね。それからまあ一応近代物理学の原則に沿って、まあ、論を展開しなきゃいけないとかですね、そういうことが一致していればその下の相違は関係ないんですよ。ですから私はですね、東京中国の場合はですね、私なんかね、そういうふうに言う人がいるんですよ。先生はなんであの人を支持してるんですか、イスラエルに対する見方が先生と違うじゃないですか。いや、それはね、僕の考えと彼女の考えが違うというだけで、人間ね、考えを全部同じ人を支持するったらね、選挙できませんよ。そうじゃなくて、自分と基本的にこういうふうにやろうということをね、重要視しなきゃいけないと私は思っております。それからもう一つはね、感情に基づく相違を言う人もいるんですね。あの人は大体こういう人だと私は嫌いだと。もちろんいいですよ、それは。だけど、そうしますとね、政治が好き嫌いで選ばれるようになっちゃって、まあ今現在みたいにタレントを選ぶとかね、タレントはやっぱり好き嫌いですから。そうすると、候補者にタレントが出たら、タレント制で投票しちゃうとか、そういうふうになってですね、それは僕に言わせれば日本国を衰退させる原因になると思うんですよ。ですから、感情に基づく相違なんていうのをね、政治の社会とか意見の中に持ってきちゃいけない。まあ、本当は会社もそうですね。やっぱり人間ですから、自分と肌の合わない人、好きな人、嫌いな人できますから。しかし、できるだけ人間関係っていうのは、きちっとした論理に沿ってやらないとですね、こじれますんで。で、そういう点で私は人格的な相違では、東京中国の場合問題ありませんでした。それから基本的な考え方の相違もそんなに大きくありませんでした。具体的なことで外交問題一つずつやれば、まあ20個議論したらですね、まあ8個か9個は違ってたでしょうね。だけどそれはそれでいいと。全体として良ければいいと。だから僕は感情に基づくそういう議論はしたくないんで、まあそれはどうでもいいということで、まあ今日は意見の相違テーマの1番ですけども、私がなぜ東京大中国で私と外交のほんの一部が違う人の応援演説をしたかということについて私の考えを一応示しておきました。